オクトゴンとは、ハンガリー・ブダペストのペシュト地区にある交差点であり、ナジケルートとアンドラーシ通りが交差している。1900年当時のオクトゴンこの交差点は、ブダペスト有数の重要な交差点であり、その名称は八角形の見た目であることに由来している。オクトゴンの地下には、ブダペスト地下鉄1号線がアンドラーシ通り沿いに走っており、 交差点の下には、オクトゴン駅が存在している。また、コンドル・ビルモスの2012年に発表した小説、ブダペスト・ノエルではオクトゴン及びその周辺の有名な、喫茶店が重要な役割を担っている。1896年、ブダペスト地下鉄1号線の建設1871年、アンドラーシ通りの建設前、周囲に建物ひしめく中、この地は、大きな空き地であった。 翌1872年から1873年にかけてアンドラーシ通りの建設が行われると4つの大きな雪中様式の建物が交差点を囲むようにスカルニツキーアンタルによって作られた。この交差点で再び重大な工事が1894年から1896年にかけて行われ、この工事によりブダペスト地下鉄1号線が作られた。 その後、オクトゴンは1936年にムスソリーに広場に改名され、1945年に11月7日広場に改名された。そして1990年に現在の名称に戻った。ありがとうございます。